西松社長はおよそ1万人が加入する日興 OB 会の代表を招き退職者の一部が反発している年金の減額に理解を求めました今月23日と26日には退職者およそ3000人を集めて再建には年金の減額が不可欠であると訴える予定です年金減額には受給者の3分の2以上の同意が必要ですが